今が山みたいだね。あとは慣れてくらしいよ、君がいなくてもさ。あとどれくらいなんですか？どうかな、2週間くらいかな。どうぞ。うっす。うっす。あ、座って。お邪魔します。テーブルに冷たいのあるから。おう、サンキュー。しょ、すっご、お前マジで勉強してんの？いや、するでしょう、高校生なんだし。さすがにダラダラ待つのはどうかなって。月島さ、ん？お前進学だよな？のつもりだけど。地元？うん。そっか。いや、なんていうの、例えばだけど、俺がずっと一緒にいればそんなことしなくても問題ねっていうかさ。よいしょ。兄貴、なんだって？何が？ん？もう大丈夫だって言ってなかった？そうは言ってねえよ。大丈夫か？開いてねえよ。ちょっと待って。月島、もういいよ。俺、構わねえから。僕さ、実は禁断症状って見たことないんだよね。すごいらしいじゃない。いや、別に。君もさ、実はしてほしかったんじゃない？心に一番近い場所に。でも我慢してよね。別に俺のことはいいです。いや、綾子のためだし、もちろん君のためでもあるけど。わからないかな。あれはさ、事故だったのよ。君にとっても妹にとっても。だからノーカウントにしとこうよって話じゃない。大丈夫？ねえ、ねえ、大丈夫？ねえ。ああいうハプニングで一生の伴侶を決めちゃうっていうのはさ、未成年の妹にとってちょっと酷だと思わない？なんか笑っちゃいますよね。おかしいかな。身内として当然のこと言ってると思うけど。変ですよ、未成年とか。
なんか人間みたいじゃないですか。あんたら吸血鬼のくせに。爆撃性って知ってる？爆撃？誘惑の枠に溺れるって書くんだけどね。なんか心の中毒って意味らしいよ。やめて、耳怖いちゃう。あ、ほら、甘いもんばっか食べてるとさ、夜中に無性にベタ甘いもん食べたくなったりしない？あるの？うん、あるかも。ほら、試験勉強中とかさ、そういうのない？チョコ食いて、ケーキガバ食いしてみたいなさ、あるでしょ。いや、だからねって。私もさ、こういうことを初めてだし、お母さんに聞いてみたんだけど、料理的にはもう中毒が抜けてるらしいのよ。だからあと数週間は枠出来を克服するだけだって。ってことで、そろそろいいかな。ああ。前の傷口まだ残ってるね。体が元に戻ってる証拠だよこれ。そうなの？うん。完全な虜だったらそんなんすぐ消えちゃうもん。代謝が元に戻ってるんだって。一応今日から消毒しとくね。お、サンキュー。なあ、俺の血がいらなくなったらさ、お前どうすんの？どうするって？血が必要なんだろ。うん、強制の相手ができるまでね、私みたいな人間は男家族の血もらってんのよ。私の場合はお父さんかお兄ちゃんの血。どこの？兄貴のどこの血を吸うんだよ。初めてだよ、あなた。どっちの血が美味しかった？何言ってんの？
私も。お前の虜だ。もうここでいいよ。買い物あるからついで。枠で規制だっけ？ん？心の中毒って言ったよな。うん。だからもうすぐ元に戻るって言ったよな。うん。じゃあさ、なんていうかさ、心の方が本当じゃん、普通。どうだろうね。お前さ、今俺のこと好きか？わあ、好きだよ。好きに決まってんじゃん。